さあ、後ろからドアラの拍手も聞こえてきましたが、ドアラ、タオロンの問題と続きましたので、最後はタオロンの問題にしたいと思います。ね、みんなに答えてもらいましょうね。ちょっと近いかな。ちょっと近いですね。はい、とても嬉しいんだよね。それでは皆さん、最後の問題です。これを最後の問題にしたいと思いますので、最後元気よく答えてくださいね。いきますよ。中日ドラゴンズクイズ第3問。タオロンが得意とすることがあります。これは今から言う3つのうちどれでしょう。1番マラソン、2番ダンス、3番スキージャンプ。さあどれでしょう。タオロンが得意とすることは1マラソン、2ダンス、3スキージャンプ。さあどれでしょう。タオロン大変、あんまり手が上がってないわ。どういうことかしら。ちょっとタオロンからヒントをもらいたいと思います。え、どんな感じ。それをやってるときはいつもちょっと今のはヒントになったかどうかわからないんだけど、あ、すごいすごい、たくさん手がね、見せましたよ。はい、分かったお友達、分かった方手を挙げてください。はーい、じゃあね、一番前にいるピンクのお洋服の女の子にしようかな。じゃあ暑いもんね、目もね、守らないといけないから素敵なサングラスをかけてきてくれていますが、すごいですね、お姉さんもサングラスかけたことないですが、あ、タオロンありがとう、連れてきてくれました。それでお父さんお母さんの方を向いて、はい、ちょっと変なポーズになってるけど、こんにちは、とっても可愛いですね。さあそれではタオロンの得意とすること、1番マラソン、2番ダンス、3番スキージャンプ、何番ですか。2番と答えてくれました。さあどうかはタオロンに聞いてみましょう。どうですか。大正解です。大きな拍手お願いします。はい、しっかりとプレゼントも渡してくれました。気をつけてお席まで戻ってください。もう一度、ダメですよ、追いかけちゃダメですよ。はい、もう一度大きな拍手お願いします。さあ皆さん、さすがですね。もう他人のことよーく分かっていますね。本当に嬉しいよね。全問正解、全問の嬉しいね。さあそれでは次の、ね、遊びに行きたいと思いますが、次は皆さんもうね、馴染みかと思います。もしかしたら今日ね、初めてタオロンたちに会うよっていうお友達もいるかもしれませんが、この後は3人に絵を描いてもらって、その絵が何だかみんなで当ててもらいたいと思います。お絵描きクイズを始めます。拍手。さあ、タオロンは本当に準備がいいですね。一人一人に引き引とペンを渡してくれています。タオロンどうもありがとう。今からですね、お姉さんがテーマを3人に出します。タオロンちゃんとね、受け取ってあげてて、後ずさりダメよ。あの、もう行き止まりなのでね、ゆっくりと、いいですか。はい、今から皆さん、この3人にお姉さんがテーマを出します。3人は時間内にテーマに沿った絵を描いてください。いいですか。そして1人ずつ皆さんにね、発表をしていって、何が書いてあるのかを当ててもらいたいと思います。皆さん、3人のこと大好きですよね。はい、ではもちろん正解できますよね。よろしくお願いしますよ。もちろん先ほどと同じように、分かった方にはこちらのステージに来ていただきまして、大きな声でのお答えをお願いしたいと思います。正解してくださった方には今から描いてもらうこの絵をプレゼントします。いいですか。いきますよ。それではテーマを発表します。2人とも聞いてくださいね。今日とっても暑いよね。今日みたいなすっごく暑い日に食べたいものたくさんあると思います。さあこれをね、今日は絵にしてもらいたいと思います。それではお絵描きタイムスタートです。はい、それではお姉さんがね、もういいですって言うまで描いてくださいね。絵を描くんですよ、ダンスじゃないですよ。いいですか。はい、今からお絵描きタイムのスタートです。さあスタートのね、音がとても本部に似てたんだよね。再開したと思ってしまったみたいです。
さあ、3人とも何を書いているんでしょうか。ちょっとね、先に見てみたいと思いますが、あ、カード見ててくれませんでした。あれ、お姉さん、書いてないのかな。あれ、書けた。早い。早いですね。何かちょっと聞こえてきましたが、まだ見てないですよ、わからないですよ。こんな暑い日に食べたいもの、もしかしたら飲みたいものかもしれないですよね。さあ、皆さんも、出たかったら何が食べたいですか。お友達だったら何が食べたいですか。ハンバーグ、暑い日にハンバーグが食べたい。そっか、お友達大好きなんだね。お姉ちゃんはね、今日みたいな暑い日はアイスクリームが食べたいな。でも、開けてみてね。ああ、なるほど、なるほど。お姉さんのものとはちょっと違うようですね。さあ、それでは、あとね、ドアだと、ホーローの出来具合によっては、お絵かきタイムを終了して、早速皆さんに発表と聞きたいところですが。